4連勝を狙うエスパレスはジュリオ・レアウ新監督を迎え新規一点を図る横浜 FC をホームに迎えます。その横浜 FC は19分、中島のクロスに三浦知良。26分、エスパルス矢島からのパスに反応したフェルナンジーヌが切り返してシュート、惜しくもゴールの左に外れます。32分、横浜 FC 新加入のカタタウがミドルシュート。36分のエスパルス、フェルナンジーニョのクロスに藤本。試合は0対0で前半を終えます。得点を狙うエスパルスは24分、市川に代えて戸田を投入。そして1分後、フェルナンジーニョからその戸田とつないで、最後はチョジェジン。エスパルスが先制します。長谷川監督の起用がピタリと的中します。1点を追う横浜 FC は35分、コーナーキックのこぼれ球を和田、さらに39分には内田。しかし横浜 FC の反撃も及ばず、1対0でエスパルスが勝利、4連勝を飾りました。